ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。月や星や宇宙の未来を愛してる。おはようございます。今日もバカです。2度目の挑戦です。はい、本日は6月21日火曜日、ビッグマーチ西川田店さんに来ております。今回取った台は2度目の挑戦、ピンクパンサーです。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあめっちゃ熱い機種がいっぱいあって、必ずてっぺんが入ってる感じで全体的に熱い1日となっております。はい、ということで、まあ、めっちゃ熱い機種でちょっと取れなかったんで、打ちたい台が。ということで、今日はね、ビッグパンサーアイスさんで、2度目の挑戦、ビッグパンサー。まあ、一度打った時ね、はい、面白かったんで、また打ちたいと思ったんで、はい。今日はね、楽しんで、ビッグパンサーで勝利目指して頑張っていきたいと思います。では、まず、1枚目。では、よろしくお願いします。とりあえずね、この朝一の出目が気になったっていうのもあるんですけど、こんな感じですよね。こんな感じですよね。はい、ビッグパンサーです。2度目の挑戦。まあ1回目打って、はい、面白かったんでね、まあ負けちゃったんですけど、最後取り返して、まあちょい負けみたいな。うん。基本的にはこの台は面白いと思います。これベルか。で、まあおそらくとてもとても、まあ、甘いんじゃないかなっていうのも感じてますしね。お、うん、あ、この辺かな。うん、そんな感じはします。まあとりあえずあのビタ押しがねできそうでできないような感じだったんで、そこをもう一回リベンジしたいなと。うん、なんか リラックスモードっていうのがあるらしいんですよね。ボーナス中になんかこのプッシュボタンを5回押すとリラックスモードでビタをしろっていう時がなんかあんま激しくないみたいな感じで、それだとスッとできるんじゃないかな。まあわかんないですけどね。まあそもそも僕がもう目押しがそんな上手くないっていうのもありますけど、まあとりあえず2度目の挑戦楽しんで打っていきましょう。おお、そう、意外とスイカが揃うイメージ。お、バウンドストップ。あれ、バウンドストップは演出だから、これスイカ揃っちゃうのかな。うん、やっぱり演出なしだから、ベルでこんな光ったからこれは入ってるはずです。ベルで入りました。223で、多分僕これね、重押しの赤7狙いが一番いいと思うんだよ、入った場合は。あ、これ多分リプレイ、冗談。あ、チェリー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 、うん、スイカ、あ、スイカじゃない。これで、そう、レギュラーもビッグも否定だなと思ったけど、 V 言ってくれた。はい、 V 言ってくれた。いや、ビッグですよ。ビッグビッグビッグ、今のデビューは。はい、よし、とりあえずまずまずのスタート。投資7本ですね。投資は7本で、プッシュボタンを1、2、3、4、5、ピロリン。これでなんかあの静かなあれになるらしいんで、
最後1個も早かったって言われた。まあ静かで多分2回心配で34、はい、まあ34で何とかしましょう。じゃあリーチ目ではないだろうけどね。でもチャンスが出たら、え、これ入るんじゃないの。出る、プッシュ、お、入った、はあ、ありがたい。48、なんだ、まあリーチ目では、まあとりあえず外れ目とかでも入ると。 OKOK、 はい、おお、白7頑張るね。で48なんで、あの、また前と一緒でもうちょい早ければ、あの ART だったという。まあ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 、テイクボーナス。今回全部成功っすね。全部成功でも40、まあこんなもん時はこんなもんっすよ。ショート、ベルからの3ショート、多分確定ではないけど熱いっしょ。はいはいはい、おお、入った、 OK。 130ゲームで、これでビッグです。ビッグ、こうなって、これで青7でしょ。青7、おいいね、当たるね。当たります。すごい静か。1回失敗で40、まあこんなものですよね。やっぱ言われないとダメだね。チャンス、お、チャンス、熱いんじゃない。スイカ、スイカでした。お、スイカが揃って 50%、 こんなん初めて見たけど、スイカで入ってるじゃないのこれ。おーおーおー、びっくり、あ、そっか、スイカでもパンサータイム入ると初めて入った。 OKOKOK、 スイカで入った、こんなのあるんだね。これはでけえ。ボーナスは入ってないよね。10% だけど、子役外れてるからこれ入るっしょ、さすがに。バーとか揃ったりすんの。いや、ゲチナーとか狙うか。あれ、あ、入った、とりあえず入った。 OK、 64、いいね。はい、これで赤縄です。よし、さあ、いい感じ、非常にいい感じですね、これは。ちょっと4回ぐらい失敗したけど、結構いっぱい言われて124までいった。よし、これで楽しめますね。お、 30% 言って子役外れてるよ。これ入ったね。はい、入った。 OK、122。やっぱりビッグバスは面白いやん。これは面白いね。はい、そしてビッグばっかり。いやー、はい、いいね、面白い。
まあ、今回47、またちょっとね4回ぐらい失敗、ナビが荒いな、僕の目押しのナビが荒い。23ゲーム、いや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 、すぐ入るんですけど、すぐ入るよ、素晴らしい。オッケーオッケー、はい、ビッグです、ビッグビッグビッグ、はいはいはい、白七大活躍最後でよかったな。うん、まあ1回失敗87、こんぐらい乗ってくれればどんどん行くね、うんうん、ここで終了。まあパンサータイム、はい、328ゲームで781万円ゲットできました。はい、うん、1回目の ART は素晴らしくなりましたよ。やっぱりピンクパンサー面白いですね。ほら、よくできてる、面白い。あと ART っていうのはやっぱりメダルが減らない。うん、チャンスが光ってるね。はいは、左が回った、外れてくれてる。 OK、 292ゲーム、うん、まだレギュラーを引いてないです。お、これで赤田が上にいるからビッグでしょう。はい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 、はい、ビッグばっかり、ビッグばっかです。今回全部成功だったんですが、41、まあ言われた時はこんなもんです。お、チェリー、あれ、これちょっと熱いかも、これ熱いんじゃない。オッケー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 、よしよし、さあ22ゲームで入ってくれたよ、これはありがたいよ。はい、ビッグ、はい、ビッグばっかり、ビッグです、ビッグです、ビッグばっかです。いやいやいや、オッケーオッケー、これでまたファンサータイム。いやいや、やっぱ面白いよこの暴走ぶり、さすがっす。まあ1回失敗なんですけど、82、実質32か、まあ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 。おお、これチェリーで挟んだの今までないから、多分これは入ってるはず、272。まあこれは入りましたよ。チェリーからは出る。すごいっすね、すごいっすね、全然レギュラーは引かない、全然レギュラー引かない。まあ3点失敗の55、
あれ今ちょっとよそ見してたら、もしかしたら遅れてた。こんな綺麗なリーチが来てくれたよ。250だいたいこの辺で当たるね。よしよし、どうレギュラーを引いてない。あ、このテンパイでレギュラーです。初めてのレギュラー。はい、てるるるーん。え、リプレイもあんのかな。あー、リプレイから発展か。これは熱いけどどうだろう。リプレイ235はリプレイから。そろそろビッグ欲しいけど。あー、はいはい、レギュラーです。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました。ビッグ9回で222分の1、レギュラー2回ですね、1000分の1、ボーナス加算181分の1です。はい、まああの前半からビッグ暴走で ART もいい感じでガーって一撃ね、1300万円ぐらいまで伸びたのに、はい、今しっかりハマってます。しっかりハマって、まあもうちょっとでプラマイゼロみたいなハマっちゃってます。まあ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 、まあ、やっぱり面白いですよ、ゲーム性もリーチ目も。ただ今のハマりはねきついですけど、まあ設定運動はね多分これはともかくそういうのは関係なしに、引き取材の代だと思うんで、ここのハマりを食い止めてなんとかまた次の波を呼びたいですね。まあ楽しんで楽しんでハマりを食い止めよう。おちょっとハマってるから狙いこそかって、こうこれを停止したら確か子役だったと思うんで、これ入ったと思われます。外れ目319、うん、入ってますね。そろそろビッグがいいよ。はい、ダメだダメだ、やっぱりこうなる、やっぱりこうなる。です、これベル外れ目のはずです。155、さあ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 、頼むよ、そろそろビッグで、どうなんだろう、白7して、あリプレイ、よしよしよし、なんとかここでビッグですね。どっちだ、白か、白白だ、白白白、よし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 、なんとかなんとかここでビッグ当たった。ここからここから巻き返そう。おーおーおーおお、オッケー、全部成功と思ったら最後の一発でパンサータイム入ってくれた。よし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 、オッケーオッケーオッケー、頑張る頑張ろう。はい、本日もあの秘書様からあの差し入れたタイマーいただきまして、めっちゃおしゃれなんですけどこれ、はい、見ますこれ、
東京ミルクチーズ工場のバニラ&マスカルポーネのクッキーだって。めちゃめちゃおしゃれなクッキー、ありがとうございます。めちゃめちゃおしゃれだ。俺こんなおしゃれな人間じゃないのに、はい、おしゃれなクッキーいただいたんで、はい、おしゃれクッキーパワーで頑張ろう。はい、ハマった分取り返そう。第一ショットでこの出目はさすがにスイカが外れるんで入るでしょう、これ。296、綺麗なトリコロール、どうだろう。スイカ、スイカ、ああよかった。一応全部成功なんですけど、44っすね。お、2ショートで何もテンパってないよ。え、これ入るんじゃないの。ああ、まだ発展があったのか。どうなんだろう、これリーチ目、リーチ目じゃない。え、ああいた、よかった、よかった。127、白七は結構頑張って、前回も頑張った気がする。おお、よかった、パンサータイムいただいた。よし、今回パンサータイムもいただいて120。よしよしよし、さあここでもう一回盛り返したいね、これは。なんだこれ、なんだこれ、こんなん初めてだよ。なんかレインボーになってるよ。レインボー、あ、レインボーじゃないか。え、なんなんだろう。赤七狙っていいのかな。いや、赤七ってなんか危ないんだっけ。え、いや、 50% これ入るでしょ、さすがに。はいはい、42ゲーム、 OKOK。 まあまあまあ、レギュラー少ないですから。あれ、ドゥルルルーンでリプレイなんかあったっけ。ああ、これはリーチでしょ。こんなデメ初めて思ったけど、389、またまたダラダラになっちまったな。リプレイ、はい、これは熱いやつ、レインボーではないのか。あ
80分入ったでしょ、さすがに入った。よし、18ゲームさあ、ビッグ、まあ、とりあえずパーサータイムはいただける。青野が来て、レギュラーか。まあレギュラーでもパーサータイムいただけるんで。1個前のデビがなんかちょっと怪しかったな。あ、入ったでしょ、これは333、1個前ですね。はい、あ、ダメだ、ビッグが引けなくなる。残りメダルわずかっすよ。外れ？お、入った。これはリーチ目だ。87ゲーム。持ちメダルギリギリっす。さあ、ぜひともビッグが欲しいけど。どうだろう、これ。ダメだ。ビッグが引けないっすよ。現在レギュラーから152ゲームです。頑張ってたメダルがついになくなりました。いつも通りの追加投手。いや、今日の前半のノリノリの流れだと今日は楽しんで勝てるかなと思ったんですが、いや、そんなにうまくいかない、そんなに甘くないのがやっぱりスロットですね。はい、現在283ゲームです、残念ながら2枚目。いや、非常によろしくない展開になってしまったんですが、まあ、次のビッグまでは頑張ってみましょう。はい、現在なんと676ゲームです、はいはい、残念ながら3枚目はかれこれ1600ゲーム以上ビッグを引いてないんですけど、やっぱ僕は山沢に呪われてるのかな、これ。リーチ目だ。735ゲーム、やっと入った。いや、さすがにビッグボーナス欲しいけど、どう。はい、ダメだ、これなんだよ、これなんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。なんでこんなにビッグだけなくなるんだよ。倒しトライ。パンサータイムはもらった。なんだこれ、なんか
こんなの初めて、暑いんじゃないのこれ。あれ、あ、これで入ったりするの。スーパーチャンス、このベルで入ったんじゃないのこれ。これ入ってるでしょう。はい、オッケー。44ゲームパンサーチャンスいただいて、ここで、はい、ビッグです。はい、はい、投手は、投手は23本、ここから頑張ろう。パンサータイムでもあるし。なんとか80ゲーム。おお、入ってる、びっくりした。2ゲーム入ったよ。絶対入らないと思ったのに。 OK、よし、乗ってきた、完全に乗ってきた。はい、前回もなんか白の中が頑張りだしたんだよな。よし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 、頑張ろうぜ。ビッグボーナス、まあ67、とりあえずコツコツ増やして頑張っていこう。はい、現在、496ゲームです。最後、頑張ったメダルが、はい、あっさり一撃でなくなりました。はい、もう無理ですね。もう無理。もうダメです。今日はダメ。負け。終わり。終了。終わり。はい、出たこんな感じです。まあ、このボーナス確率じゃ、まあ、こうなりますよね。グラフもこんな感じで。はい。いや、あの前半はもう一撃で1300枚ぐらいバー出て、あれ今日はこれいい感じで楽しく勝てるんじゃないと思ったら、そこからハマりハマり、まあ3日間1000ゲーム以上のハマりを2回食らって、でこっちは1600ぐらいハマって、こうなったらダメっす。ビクともしないっす。はい、なんか甘いイメージだったけど、残念ながらこれで僕はビッグマンさん2連敗っすね。はい、しょうがないっすね。はい、負け。はい、ということで、いや、あのゲーム性は面白いと思います。あの演出もリーチも僕は面白いと思います。実際今日前半はめっちゃノリノリ楽しかった。ただね、そこからハマって、やっぱハマりだすとハマっちゃうね。なんだろうな、また相性なのかな。こういう台は片思い、ディスカップみたいに片思い。いや、まあ面白いんで、はい、いつの日かまた、はい、リベンジしたいと思います。はい、ということで僕は連戦なんでね、まあ明日も実戦なんで、気持ち切り替えて明日頑張りましょう。お疲れ様でした。これベル外れ目のはずです。155、さあ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 